受け入れるか、それとも、出ていくかだ。日本での、警察官からの自転車チェックに苦言を呈する黒人に、海外が辛辣。日本の都市部で頻繁に見られる光景、それは警察官による自転車チェックです。交通安全の確保と盗難自転車の発見を目的として行われるこのチェックは、日常生活において重要な役割を果たしています。自転車チェックの目的は明確であり、交通ルールの遵守、盗難自転車の検出、そして事故防止。これらはすべて自転車利用者の安全と公共の安全を保つために不可欠な要素です。特に盗難自転車の検出は、法的な所有権の保護と犯罪抑制の観点から重要であるとされており、日本の自転車登録システムが重要な役割を果たしています。新たに購入した自転車は自治体に登録され、盗難が発生した場合にはその情報が警察のデータベースに登録されます。警察官は自転車の登録番号をチェックし、盗難届と照合します。もし盗難自転車が見つかった場合、それは押収され元の所有者へ返還されるのだそうです。さて今回ご紹介するのは、SNS 上で話題になっていた在日黒人が自転車チェックの警察に苦言、警察は人種差別主義者だとわめく動画からになります。警察官の指示には協力的に従うことが重要で、ルール違反があった場合は注意や指導を受けることもあります。しかし、これらのチェックに対する海外の意見は様々で、郷に入っては郷に従え、という意見や、チェック自体への疑問を投げかける声も見られました。寄せられたコメントの一部をご紹介しますので、ご覧ください。海外の反応。この出来事が、人種差別に基づいていたという証拠はどこにあるのでしょうか？一部の黒人は全てが人種に関わると考えていますが、これは非常に単純化された考え方で、彼らが世界に対して単なる被害者であるかのように感じさせ、結果に対する責任を回避しています。これは悲しい生き方であり、私が信じる多くの立派な黒人たちを、世界に正しく表現していないと思います。それは日本だからね。彼は日本人じゃない。確かに、これは人種差別です。その停止は人種に基づいていた。黒人だからではなく、彼が日本人でないからです。もし白人が奇妙なゴーグルやチェーンを身につけて、不良のように振る舞っていたら、彼らも止められるでしょう。私の意見では、これは問題ではありません。一般的に黒人は常に全てを人種の問題にする。これは彼らの唯一の切り札で、ここ100年の間ずっとそうです。日本では特に、夜に自転車に乗っている人を警察がよく止めることがあります。彼らが黒人の自転車をチェックし終えた後、通り過ぎた非黒人を止めませんでした。多くの黒人は親によって被害者として育てられています。このことや、あれこれの被害者であると教えられています。人種のカードは、悪い行いの言い訳になることもありますし、他には利益を得るための手段になることもあります。彼は自転車に乗っていただけですが、何が問題なのですか？そもそも彼を止める理由があったのか、どこに証拠があったんだい？彼の肌の色によるパフォーマンスは、
アメリカで毎日のように受け入れられているかもしれませんが、日本ではうまくいかないかもしれません。日本には責任を負う白人はいません。その男を解放してあげて、彼ら警察官にはもっと他にやるべきことがあるはずです。日本は犯罪率が非常に高く、大規模な組織が存在する国なので、彼らは黒人文化の悪い面を見て、それが自国に広がるのを避けようとしているのではないかと思います。これは、自動車のナンバープレートがチェックされるのと同じですが、自転車での話です。私や私の日本人の妻にも同じことが起こりますが、大抵の場合、それほど問題ではありません。警察官も通常、非常に親切に対応してくれます。自転車に警察が関心を持つことに私は奇妙に感じます。私は15歳の時に自転車を盗まれましたが、警察は私たちの話を聞いてそれで終わりました。保険からは50ドルほど受け取りました。文化の違いが面白いですね。安全な社会に住んでいると、警察官も何かで忙しくしなければなりませんね。これは素晴らしいですね。私の街では自転車がよく盗まれるので、こういうチェックがあるのは良いことです。彼のバッグや自転車をチェックしたがる理由は何ですか？説明もなく。黒人が止められると、止められてはいけないと思うみたいですね。それが面白いところです。彼らは何もかもが人種差別だと思っています。なぜ自転車の登録をチェックするのでしょうか？なぜ登録番号が必要なのでしょうか？自転車は1000ドルもしないし、それが素晴らしいものであっても、冗談じゃなく、なぜそんなことに時間とお金を使うのか、本当に疑問です。肌の色、と、彼は必死ですね。彼が日本にいることを忘れて笑っています。彼らがあなたをチェックしたいなら、ただ黙ってそれを済ませてください。彼らは非常に友好的でしたし、彼が無礼だったくらいです。何度も、なぜ、というのは、言葉が話せないのに理解できないと怒るのはおかしいです。同意します。私の妻は日本人で、以前同じことがありました。事実、その男性が止められたのは、黒人だからではなく、外国人だからでしょう。これはアメリカではなく日本です。もしみんなに怒るのなら問題ないでしょう。もし黒人、または明らかに外国人にだけ、あるいは不釣り合いに多く怒るのなら、それは問題です。どちらが現実かはわかりませんが、原則を述べておきます。ルールに従うべきです。私はイタリアで、深夜にイタリア人の友人たちと散歩していたとき、警察に止められて書類をチェックされました。運よく運転免許証を持っていたので、解放されました。兄弟、あなたはアメリカではなく日本にいます。あなたは特別でも特権的でもありません。彼らの法律や習慣に従うか、他の国に行ってください。日本の警察はとても礼儀正しく、車を止めてくれては交通整理をしてくれます。その国のその規則です。受け入れるか、それとも出ていくかだ。
その国なら、彼らの好きなようにできます。気に入らないなら、そこを訪れないことです。コロンビアでは警察はランダムに行っています。いつものことです。人種の問題ではなく、安全対策です。日本では全員に対して行われています。日本で人種カードを使うことはうまくいきませんよ。Google 翻訳を使うのはそんなに難しいことでしょうか？日本はこの件に関して寛容です。しかしヨーロッパでは、アメリカ人が相手が英語を理解することを期待して、互いを理解しようとしないことに多くの人々が非常に不快に感じています。日本ではそうですが、正直なところ、日本の警察が権力を乱用していると、不平を言う人は他にいませんでした。彼らは確かにあなたを奇妙な人々のように見ますが、東京に何度も行きましたが、コンビニで働く黒人を見たことがありません。ただ、怪しげな場所でドアマンとして働いているのは見ました。今言いますが、あなたの肌の色のせいではなく、日本人ではないからです。私は日本で生まれ育ち、8年間小さな警察署の隣に住んでいました。ほとんど毎日通りかかりました。そして、そこに新しい人が来ると、彼は私を止めて自転車をチェックします。ジョニー・ソマリは日本で黒人のイメージを台無しにしました。以上になります。多くのコメントからは、日本の警察官による自転車チェックを、通常の安全対策、と捉える意見が見られました。特に日本では、すべての自転車利用者に対して行われる、通常の手続きとして認識されており、特定の人種や国籍に限定されていないとの見方が多いようです。一方でこのチェックが、人種差別に基づいていると感じる人もいることがわかります。特に外国人として日本で生活する人々は、日常的な対応が文化や習慣の違いから誤解を招くことがあるようです。警察官の仕事と公共の安全を考えると、このようなチェックは必要な措置と考えられますが、それによって引き起こされる文化的な摩擦や誤解への理解も必要なようですね。感動日本は随時更新中です。チャンネル登録、鈴マークをクリックしていただくと、いち早く動画を視聴することができますので、ご活用ください。評価をコメント欄にいただけたら本当に嬉しいです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。